どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？岡田でございます。それでは行きましょう。ガンダム、じゃない、ガンダムブレイカー3、第3章だね。あ、じゃあ、ダウンロードコンテンツ第4章か。我はトイボット、行きましょう。ビルド、なんだっけ、ビルドビギニングつって、ビルドキングダムつって、まあ、一回行こう。行ってみましょうか。やってみていいさ。お。私はトイボット、ガングロボットである。ハイムロボティクス商品開発室で初めて起動したことを覚えている。右も左もわからぬ若輩ながら、アヤト商店街のとある玩具店にてロボタというパーソナルネームを授かった。ああ。ロボットであることをそれとなく主張しつつ、古風な響きで大人の覚えよく、短くて子供にも覚えやすい、なかなかの名前だと思う。これが製造番号のまま呼ばれていたら、私の毎日は今より色褪せたものだったかもしれない。名を授かり、それと同時に主と出会い、多くの強敵とガンプラバトルを戦う日々、人と共に遊ぶために作られたトイボット冥利に尽きるというものだ。しかし私は知っている。この素晴らしき日々は永久に続くものではないということを。人はいつしか大人になり、玩具からは卒業していくということを。悲しいな。そうなんだよな。俺が小さい頃遊んでたあのおもちゃたちはどこ行ったんだろう。今思えば、気がついたらなくなってたんだよね。さあ行きましょうか。今回はね、まあガンダムブレイカー3、このモビルスーツでございます。ツイッターで見たことあるかな？僕が作ったモビルスーツ、いきます。ガンダムアハドロート、いきます。ちょっと遅かったかな。ちょっと早かった、言うのが早かった。さあ、こう。なんかいろいろ混ざってるけど大丈夫か、これ。なかったか？あったなぁ。正論。ほう。悲しいな、今の。受験勉強ですよ。そうですよ。そして俺はベースジャバをうまく使えないという。恥ずかしい、さっきから。スラッシュテンペスト！結構敵もあれだな、なんか、これは逆者事件の敵が多いな。ヤクト動画と、ジェガンですよ。今回ギラ動画で収録されてるんだっけ？そういや。されてるかな？さすがに。お、ベースジャバあるのか。あー、乗ってかよかったかな？意外とヤクト動画が勝て。あ、あったー。いいものあるやん。よいしょ。これ気をつけなきゃいけない。味方を巻き込むことがあるからな。すごいいいパーツアウトになるからいいんだけどさ。おう。どうだ？あー、見えた！ほら！パーフェクトパーツアウト。よっしゃー。すごいね。パーツ全部ぶっ壊してくれるのはかなり美味しいんですよ。やっぱり。こう、稼ぐ意味でね。あ、エンティーワン。アレックスのパーツが出てきた。ここに来て。誰かが落ちた、落としたのか。あ、やべ、ミサちゃんに当てちゃった。ごめん。悪気はなかったんだ。許してくれ。まだいるか、すごいな。バラバラになっちゃった、敵が。そろそろ壊されちゃうよ。大丈夫か、これ。
まだいけるわ。できればこれあれだな、降りようか一旦。あの、敵、ラスボスが出たらちょっと使おう。ラスボスっていうか、なんだろう、中ボスみたいな。が出てきたら乗りましょう。それまではちょっと保留で。あー、なかった。残念。アハタウルトの特徴で、このなんか、飛ぶ時に翼が、8つ？うん。アハトって、だから8つの翼って意味持ってるんですよ。まあ、要はそれがこう、なんだろう、開くみたいなイメージでちょっと名前を付けました。さて。今度は？あ、と？一連戦争事件だな、今度は。と違う。まあ、宇宙世紀のもうちょっと、あれだな、0079から0083までかな多分。もう4年間ぐらいなのかな多分。あの、ジムカスが出て、ジムカスもっと前に量産されてっかなどうなんだろう。とりあえずなんか、もうある程度モブは統一されてると見た。ズダンもこんな簡単に。さあ、あ、来た。え、なにドラゴンガンダム？なんで？ここに来ていきなり、うわ、危ない。さあらー、あいつ強い。一撃、一気にやった、一気に。ドラゴンヘッド。ドラゴンガンダムは別になんか新しく出た機体じゃねえしな。もう、パーツあったし、以前から。おっしゃー。まだもらっとこう、パーツは大事だ。待って。お！あー、今、ベースジャバ奪うぞ！あ、乗れなかった。よいしゃー！はい、もらったー。え、たた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 。もらったー。あー、やばい。うわぁ、壊された。まあ、何もしなかったよ、かマシだ。覚醒はもうちょっと待ちますか？あえて。よっしゃしっかりとパーツを壊していく。ミサ、いい動きするね。援護しよう。よっしゃー。そろそろ中ボス出るでしょ、きっと。来るかな？まだいるか。これが全部当たりゃ痛いんだけどな、敵に。うわっ、仕留める。よっしゃって、アンダウン。今のところ余裕余裕なんだよな。いやい、めっちゃ出てきちゃった。3点バースのビームライフルが結構強いんだよね。いって。よーし。そろそろチューブ作るだろ、これやったら。それとも次のステージか。次のステージ。まあ、とりあえず次なんか結構今日やばそうなやつ来たら使いましょうか、必殺技。あっしゃい。あと一機？どこ？はい、見えた。ジムカスか。はい、来た！エネミープレイヤーアプローチング。なんだ？え？何？本当になんだ？覚醒！わあ！
アハトロートって覚醒した後何ができるんだっけな、それ忘れてたな、しっかり。パーフェクトパーツアウト、よし。あー終わってしまった、覚醒しこねた。まあしょうがない、そういうこともある。ついパーフェクトパーツアウトができたもんだから嬉しくって。何この色のモールスーツ好きだな、何それ、ごついのいいよ、それそれ。ちょっとパーツぶっ壊そうか。はい。いいね、ビームアックス。さて、お次は一体何が出てくるか。そろそろ、来る。あ、キマリス。これは初めて出会うぞ。ブースター、付きか。ああこれは強い。でも確かに欲しい。あらーしゃっかり、うわ、しゃ、よっしゃ、ヘッド決まりセット。いいぞ。コンバットナイフ。決まりステイ、いいぞ。全部手に入れる、このまま。あ、やっつけちゃいそう、そのまま。あー、もったいない。よーし、腕はどうだ、何が手にある、はい、グングニール。あ、いいね、グングニール強そう。あとはバルバトス。第4形態、よし。いいぞいいぞ、パーツ落とせ、パーツ落とせ、どんどん。グラウンドブレイク、よーっしゃー、撃破。こんなもんよ。いや、やりましたな、アハトロート。いいね。勢いで作ってみた機体なんですけど。このね、翼を開くのがいいんだな。わかる人いるかな、これ。この気持ち。わかってほしい。で、パーツなんですよ、問題は。これか、コンバットナイフ。はー、なるほど。追加、あ、ドラゴンヘッド。これいいね。はー、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 はー。で、これ気になる。これね、グングニール。はー、キマリスの武器。いいね。使いやすそう、結構。あとはキマリスの頭を手に入ったんだよね。ああ、なるほど、なるほど。これはちょっと使い勝手が悪くはないが、ちょっと考えないといけないね、少し。キマリス腕はどんな感じ？ああ、なるほど。あ、意外といいかもしんない。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。なかなか面白いかもしんない、これは。キマリス背中なんてのは手に入ってないよね。残念。まあ、まあ、いいさ、いいさ。オッケーオッケー、いいじゃない。よっしゃ、じゃあ全部、全取得して終了して。どうも。休みに突然自宅に呼び出して、やることはトイボットのログ解析かよ。ん、何だと思ってたんだ。いや、そのトイボットのログ解析だよ。だったらいいじゃねえか。なんで怒ってるんだよ。別に怒ってねえよ。そうか、じゃあ続けるぞ。最近ロボタの思考ログに頻繁に現れる単語があってな、第三者の意見が聞きたいんだ。事故、存在理由、現実、理想。ほう、思春期なんてこった。俺が作った AI には思春期が来るのか。やはり天才か、俺。何期か、もうちょっと真面目に考えろ。ん？何がだ？もし仮にこれが人間の思春期みたいなもんだったら、自分と他者との関係を強く認識し始めるはずだ。他者を見て自己を認識し、自分がどんな存在でどうなりたいのかを考える。何が言いたいんだ？ロボットは最初から役目を持って作られるんだぞ。自分はどうありたいなんて考えても仕方ないだろう。トイボットはトイボット以外にはなれない。なったら商品としては問題だぞ。トイボット以外か。あと
ちょいちょい出てくる店番、宿題、お使いってなんだ。あのジョーちゃん、ロボタに何させたいやーバレちゃったよ。私は人を喜ばせるために作られた存在だ。だが私自身がこの毎日を好ましいものとして過ごしている。この身に過ぎた毎日をこのまま安穏と過ごして良いのだろうか。いずれ主殿やミサが大人になり私と別れる日が来た時のことを考える。それはめでたいことのはずだ。人の成長は素晴らしいとデータに書いてある。しかしその時私はどうなっているのだ。電源を落とされ倉庫にしまわれてしまうのか。二度と起動されない永遠に続くスリープ状態とはどんなものなのだろうか。ああそれならばいっそのこと解体されリサイクルされた方がまだ上等ではないか。この気持ちは何だ。わからない。おいおい、ちょっと思春期へ。どうなんだこれ。次回行きます。お楽しみに。今これ聞いてる人って最後まで動画見たってことだよね。そうなるね。いやー、ありがとうね。ありがとうございます。うん、ブラウザバックしないで、このノリで今後も行くから。嘘だろ。